はい、どうもじゃあ。どうもじゃあ。三人兄弟の末っ子、大体甘えん坊。そうなん？お前それ。どうも、スロリ君と。どうも、次男のジャス。どうも、三男末っ子、やる気元気、大輝。第一回、テレフォンショッキング。ヤフーメール、DM、込みで、全部で180件ぐらい。前回の動画でメールアドレスをね、載っけて、そこに、電話して、いい方、応募いただいて、ここ、全部見ましたね、3人でさっき見た。ということで、もう、さっといきますよ。そうです、ね。ちなみに出なかった場合はもうアウトです。しょうがない。さあ、行くよ。じゃあ、ストップいって。大輝、ストップいって。大輝、ストップ。はい、ここ。ん？ペンネーム、ユアさん。ユア。スピーカーで喋ってもいいですよ。かっこ、声とか全く可愛くないですけど。おーし。ってことで、大輝が喋れば。いきます。出るかな。来た。店の番号やけ。もしもし。あ、汁のやる気元気出た。申します。隣にジャスティンのリックンがいるんですけども。ありがとうございます。今、学生さんですか？はい、学生さんで、一番好きな、この3人で一番好きな担当的なものは誰なんですか？はい、ありがとうございます。来ましたね。明日も学校で。あら、リックさん何やも名前言ってや。名前言ってか、お前。一番ね、気に入った動画を。あ、聞こう。あ、よかったね、一番好きな動画ね。どんな動画が良かったですか、今まで。全部。ありがとうございます。じゃあ最後に、明日もホッシル見てくれるかな。イエーイ。ありがとうございました。いい企画ですね。めちゃくちゃいいや。よかった、出てくれて一発。ペンネームユアさん、ありがとうございます。どうする？めちゃくちゃテンション低くやった。何が前みたいな。まあ、いっか。もう切るから、そういうことです。ストップ。あれ、来た。はい、YouTube 見ました。うん。初めまして。いつも動画見て元気いただきます。これから体調に気をつけてお仕事頑張ってください。ペンネーム、ナミスケさん。ナミスケさん。スピーカーでも大丈夫です。うん。大輝くんと話したい。もう、また？もう一回やねんか。じゃあ、キャンセルで。はい、来た。はい、来た。スピーカーで OK です。本当に。ユアまたはユアちゃんで呼んでもらえたら、俺すごい名前かなり。じゃあこれ俺行くわ。うん。リック行こう。これなってんの？ユアは NTT ドコモです。ドコモですね。おかけになった電話は電源が半分。あー、電池切れてます。電池なし。はい、次。はい、ペンネームエルさん、行きます。行きましょう。ロシルの動画1000円ガチャから見てて、毎日動画があるのが楽しみでワクワクします。わかりましたね、とりあえず。エルちゃん行こう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 。エルね、ひらがなの。来た、やっと出た。久しぶり。覚えてる？ホステルのりっくんです。起きてんの？大丈夫？テンパるな。あら、博多の人？博多の人？あ、広島か。出た。いやもうね、今7人ぐらいかけ今動画撮影してんだけど、全然出ないの、みんな。かっこいい声。あ、声かっこいいとかあるの？やっぱ声でモテてるんかな、やっぱ声で。これ今多分動画出るけど大丈夫？大丈夫。あー、いい声やな。今ね、後ろ2人はシカとして遊んでる。動画見たらわかるけど見てね。よかった、ありがとう、電話出てくれて。じゃあ明日もホッシル見てくれるかな。いいかも。イエーイ。バイバイ。じゃあね。はーい。あ、やべ、かけ返してきた。かんで、お前こっちだ。あ、さっきお電話もらったんですけど。はい、どうも、ホッシルです。ペンネーム。あー、よかったよかった。ペンネームはつってジャスティンで。誰が良かったの？
でも今回はジャスティンだからジャスティンと喋ってね。ジャスティン喋って。ヤッホー、ジャスティンだよ。本当だよ。ちょっとだけじゃない。ちょっとだけ、ちょっとだけ。そうね。せっかくやったらね。どうもこんにちは、星野。やる気元気ないです。こんにちは、どうも。違うね。一番やっぱ今まで見た中で面白かった動画とかありますか？あー、寝起き、俺がね、今ね、ナイキが好きだからね、ジャスティンじゃなくてナイキが好きだから。はい、ごちそうすね。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。ということで、明日もホッシル見てくれるかな？来た。あ、来た、なんかわかんない。かけるね。かける。あ、かける。ヤッホー。こいつをホステルのりっくんと、いや元気ないぞ、ジャスジャス。一番好きな人教えてますね。うん、まずね、イエーイ。なんだお前、いい、お前いいやつだな。そうだよ、やろうか。おい、やろうか。これやれやれ、ジャス。見えた。見えた。見えてる。これさ、動画出してもいい？ありがとうございます。ありがとうございます。順番的には大輝とジャスティンとどっちが好き？イエーイ。学生さんですか今？おい、たぬきたぬき。見えた。一番好きな動画は何？面白かったのはアフレコ。アフレコ。ほら、面白いもんあれな。ありがとうね。またあの機会があればね。まずじゃあ明日もする。見てくれるかな？いいかも。イエーイ。アイコさん、もしもし、俺俺ホスチルのジャスティンよ。目覚めた。ねえ、みんなね、アイコちゃんでいいかな。はい、アイコちゃんおはよう。おはよう。寝てた。朝何？やっぱり一番好きな人はジャスティン。感じでね、まあ、どんどんね、いろいろ企画やっていくんでね、これからも応援お願いしますね。はい、はい、いい返事、よか返事。ということで、明日もホスチル見てくれるかな。なんかね、意外と良かったね。だから逆に、うん、なんかこういう動画見て、なんか例えばね、うん、ホスト決めんだよみたいな人でも、うん、ガンガンメール送ってほしい。そうね、そういう人に電話して何がいけないとかね。ああ、聞きたい。いいこと言うね。そう、ホストの偏見とかを、うん、これからもね、あの電話番号とか送ってもらった際にはテレフォンショッキングの企画の時ランダムで選ばれるかもしれないんで、うん、ってことでまたやるから。なっちゃうな。ちゃんと、うん、これはこれ意外といい。まあ週1ぐらいのペースで。どうせあの水溜りボンドらへんがパクるから。絶対パクる。水溜りボンド、水溜りピーとね、これちゃんとピーつけて。水溜りボンドさんがね、ボンドさんはすぐパクるからチクった、パクったもんね、この間。俺らもよくパクってるけど。あいつ、俺らもパクってるけど。チョコミントパクられてるっけ。チョコミントパクられたから、うん、いや、よかったよかった、うん。